ありがとうございました。じゃあね、ポロくん体操を踊った後はなんとね、マモ体操を踊っていきたいと思ってるんですけれども、ポロくんがね、ちょっと時間いっぱい使ったけどね、もうすぐ踊るしかないですね。じーあ、マモお姉さん、すごいタイミングですね。タイミングがいいですね。もう踊れと言わんばかりにね。じゃあね、くまモンもね、一つだけポーズをね、くまモン体操の説明をして本番に移りたいと思います。どのポーズがいいですか、くまモン。くまモン、真ん中行かせてもらいまして、なんか今日ちょっと控えめと、なんかね、まあ、そんなそんな、いえいえ、そんなもん、でも頭体操よ、次。あ、どうぞどうぞってね、ごめんね、五郎くんね、あ、どけどけってね、はい、どいてどいて、もう寝ません。その前にね、くまモンね、どうか、ここね、枠の場所だもんって、ね、次くまモン体操だけでごまする、そろくごまするよね。はい、じゃあね、くまモン体操のポーズ、くまモン何がいいですか。何、うん、何のポーズ、あれ、くまモン登場。ああ、分かった分かった。じゃあですね、一つですね、ポーズのご紹介をして練習をして本番に移りたいと思います。熊本が紹介したのは熊本城のポーズですね。熊本城は皆さん知ってらっしゃいますよね。熊本市内にあるお城です。お友達わかるかな。歴史が400年以上のお城です。日本のですね、3本の指に入ると言われているですね、三大名城のうちの一つとも言われています。熊本城のポーズですね。4月の熊本地震ではですね、熊本城も大きな被害を受けました。もう1年以上経ちますけれども、今やっとですね、復興に向けてですね、歩みを進んでいるところ、進めているところです。皆さんも今日はですね、熊本城頑張りの気持ちを込めてですね、ポーズを作ってほしいと思います。熊本城のポーズは頭の上で大きな三角です。お友達できるかな。頭の上でお屋根を作ります。こんな感じです、こんな感じです。頭立ちバッチリできてますよ。上手ですよ、上手にできてる。左の友達どうかな、どうかな、うん、バッチリです。はい、それではね、くまモンとコロー君、あ、コロー君にしてもらう、先に。オッケーオッケー。じゃあコロー君、熊本城のポーズ今見とってくれたかな。だよね、うん、頭の上で大きな三角です。あ、任せて入るって感じかな、うんうん。じゃあ至ってください、いきますよ、コロー君、頭の上で大きな三角です。せーの、熊本。そうでしょ、熊本、熊本見て、コロー君見て見て、笑える笑える、めっちゃ笑える。ねえねえ、熊本見て、コロー君すごいね、うんうん、頭が大きいって。コロ君頭が大きいって。いやいや、あ、じゃあね、そうだよね、コロ君そうなるよね。じゃああんたもやってみなせて。くまモンもイライラしてるイライラしてる。じゃあくまモンもやってみせようよ。だよね、コロ君のこと笑いよったけんね、できるはずだもんね。じゃあくまモンいくよ。頭の上で大きな三角です。皆さんもよーく見とって、はいよ、せーの、くまモンドーッ。待って、もうね、何、笑われたってすらしょうがないよ。涙なく、もうどんぐりの手比べもいいところ二人して、何二人してバカにしていくしようとね。じゃあ二人でね、二人でほら最後に作ってから、あんただってあんま変わっとらんけんが、ちょっと二人大体一緒だけ見せてごらん、もう一回二人でいくよ。はい、じゃあ二人で行くよ、熊本城のポーズ、せーの、熊本城。皆さん見てください、頭の上で大きな三角って言ってるのに、熊本とコロー君ご覧ください。大体同じ感じよね、いじけないな。慰め合わない、なんかね、すごい友情が芽生えた感じですね。これ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 、危ない危ない危ない。でもほら、熊本コロー君に教えてあげよう、熊本の必殺技のさ、あれがあるじゃん、熊本城のポーズ、それちょっとそれは見とってもらおう。じゃあね、皆さんもですね、見とってほしいと思います。熊本ですね、ちょっとお手手が短いので、いつもしている熊本城のポーズがあります。
ニコロ君もね、今日はそれでやってほしいと思うので見とけはいよ。いきますよ、それではせーの、熊本ジョン。はい、少し小さいですけれども顎の下でしっかりお湯に作っていきます。そうです、コロー君も今日はね、そこで熊本城のポーズを作っていってほしいと思います。よいしょー。お友達ね、でもね、お友達はお手手長いから頭の上で大きな三角で熊本城を作ってください。